皆さんこんにちは菊池美音子の奇跡の天使力世界の架け橋今日も加藤局長と楽しく進めてまいりたいと思いますよろしくお願いしますはい、よろしくお願いしますはい。毎回ね、すごく学ばせていただいてるんで、えー、僕もあの、いつも助かってるんですけども <laughs> 皆さんもっとね、えーはい、聞いていただいて、えー、いろんな方にそういう天使力をね、えー、与えてもらえたらいいなと思います、えー、ありがとうございます今日はどんなテーマで今日はですねあの。はい まあ、あのハンセン病の療養所全国回って、はい、またそのほかにも、まあ、養護施設とか、はい、刑務所、少年院、まあ、の刑務所とかで独特な感じがしますけどいやもうそれはね、網走、はい、刑務所に行ったんですよ。えあの日本でも一番、いや、刑務所って言ったら、もう網走でしょ、憧れっていうかね、映画でもね、すごいなんか、網走だと、極悪な人しかいないようなイメージがあるんですね ああ今はですね昔はあれですけどそれで行ったんですよ11月だったかな寒かったんですけどそれであの所長がすごいユニークな方で、はい、あの僕の可愛い子供たちを喜ばせてあげてくださいねって<あ>。<laughs> そそそそんなジョークをううかわいい子供たちねみたいな感じでしょうねそしたらやはり暴動とか起きちゃいけないので拍手をできないそうなんですか胸から上に手を上げちゃいけないんで拍手がないんでそれはご了承くださいっていうことでああいうところで喋っちゃいけないんですよね受刑者の足跡とかも一切立てずにすさっとこう座ってね僕も一回だけ慰問行ったことがありまして。 はい、独特な、ね、雰囲気厳しいですよね、セキュリティがね、いや厳しいですよ、はいうん、で私たちも女,女性なんでね、はい、特にこうそういう、あのちゃんときっちりとした舞台を届けないといけないと思いまして、あそうですよね、はい、前の席からこう有料あの者がこう座っていくらしいんですよ。あそういうい仕組みななんですねるほど それもすごくいい経験をさせていただいたなと思いますね時期はいつ頃冬ですか冬ですね11月ぐらいだったと思いますめっちゃ寒かったんじゃないですか寒かったですすごく北海道だしね網走刑務所って言ったらね憧れの土地でもありますけどね一度見てみたいですねそうです網走刑務所ってすごくやっぱり日本で刑務所って言ったら網走なのでそうですね日本一といってもね過言じゃないですよね本当オーラみたいなのありましたか刑務所のなんか 雰囲気みたいなでもなんか本当に所長がおかしくて私たちが椅子に座ろうとすると、はい、あ、そこは先週、天皇陛下がお座りになったって<あ>言うからあ、あ <laughs> 座っちゃいけないのかなとかって腰が浮いちゃったりとかそれリア,リアルな感じですか、ね、もう超笑っちゃって部屋に、はい、入ってきたらさすが女優さんは美しいとか言って迎えてくれるし面白いですね、うん、なんかその厳しさの中にもそのジョークが楽しい。はい、なるほど、えー それだいぶ厳しいですからね、きっとね。うん、そう。でなんか結構順番もはや早めて私たちの早めにこう上演しあの疑問、はい、に入れてくださったりして、なるほど。すごくいい思い出がありますね。そうですね。今いろんなところ回ってますからね。はい。少年院と。 老人,老人施設っていうのはどんな感じだったのやっぱりお年寄り向けのプログラムでこう、はい、割と演歌中心に行くんですけどすごく喜んでくださいますよね。はい、そうですよね、うん、あと少年院はなんか結構殺人を犯したあの子供がいるところも行ったんですけど本当ですか、えー、最近あのその少年院を出た女の子が作った映画がすごく評判になって記憶っていう題だったと思うんですけども。はい あのやはり少年院を出たっていうことでレッテルを貼られる人生が始まるわけですよねあと少年院に入ってくる理由も様々で、はい、あのやっぱり家庭の問題だったとかそういうことでやっぱり飛行に走ったりで、ね、入ってくる子が多いので、はい、そういったことをリアルに彼女の目を通した映画を、はい、もう2本ぐらい作ってると思うんですけど、はい、あそうなんですねそれは、ね、すごいメッセージだと思うのでぜひ皆さん、これ、はい、あの私もまだ見てないんですけど,どネットで見ただけなので。そういうい人が、ね その後の人生とか、えー、そこでまた考えまあ気づきもね、はい、他の人よりは違う気づきがあるはずなんですよね、はい、少年院に、はい、いてね、はいはい、そういう人の考え方を知るっていうこと自体もそうです勉強になりますよねそうですね、はい、なんか私弟が保護観察士をしてたのでよくそんな話を聞いてたんですけどやっぱり世間 のの方っていうのもやっぱりね、はい、いろいろ見直していかないと構成できるものもできなくなるじゃないですかだからこの映画はちょっともし機会があったらね、はい、皆さんぜひ見て、はい、私も見たいし見ていただきたいなというふうに思いましたそうですよね、えー、結構ねそういう少年院とか、ね、犯罪を犯した人がまたこう出た時にまた繰り返す人もいれば、はい、ねそれを。 いい経験にしてすごくいい人生を輝かせる人がいてどっちになるかっていうここの天国か地獄かじゃないですけどここ大事ですよねもちろんそれぞれに与えられた試練なんですけど一人の力では生きていけないこともありますの 人生も変わっていくんじゃないかなっていうのも感じるんですけどね。はい、そうですね。やっぱり、ね、やっぱ愛される喜びっていうかね。うん、この人たちに、こう迷惑かけられないなとか。はい、もっと頑張らなきゃいけないなって思えるのは、えーえー、やっぱ人の力とか愛を感じるから、うん。はい ななののかと思うで結構愛を感じなかったりするとまたねどうせ俺なんてみたいなっていうので悪い方向にやっぱり愛って大事ですよねそうなるとこう愛なんですよね人間の根源にあるものっていうかねそれ次第で人生が変わりますもんね。本当にそそうううう思いいますなので愛ねど感じるか どうやっていくのかっていうのはこの番組でねすべて分かると思いますので本当にそれでまあ日本中そう言ってボランティアしてたんですけどそしたらチェリノブイリの子どもたちが北海道に1か月保養で来てるとそこに日本に行かないかっていうまた声がかかっていろんなところからねうさが広まって縁が広がってまた車2台で衣装を積んでその頃まだフェ リーで行かないといけなかったので、あの札幌に行ったんですよ。でキャンプしてて子供もたちがね。でそこであの舞台をやったらあの私たちの芸風がこう外人が見たい日本っていうか、座長が元々デザイナーだから衣装がすごいやっぱ豪華なんですよ。で忍者、侍、オイランで立ち回りもあるし、すごい。で音楽がリズミカルなロックのものもあって演歌もあって、新セサイズのすごくいいのもあって。 そんな舞台だって子どもたちがすごい大ファンになっちゃったんですよ。そうですすよね <laughs> <laughs> すごいって言って、はい、普通に見れないんですかその公演はないんですか今はねコロナだからあんまりしてないと思うんですけどあの <laughs> み見ることはできると思いますけどね。あ、そうなんですね。はい、それで、ちょっと北海道の方に行って。はい。はい。それであの、子供たちがね、僕たちの村に来て、おじいちゃん、おばあちゃんがね、はい、もう両親にも見せてくれって言うんですよ。ああ、なるほど。だから、分かったよって言って、約束しちゃったんですよ、はいあ。約束しちゃったんですね。はいえー、で、子供との約束って、破れないじゃないですか。はい まあ大人の約束よりも、ね、<laughs> あのこ純粋ですからね、<laughs> はい、その気持ちが。でもね、とてつもないですよ、チェリノブイリの放射能戦地ですからあそこの場所まで、そこに公演するってい,うこといと,っていうことは、はい、いやーと思ったんだけど。逆にねこうそこで 本当に大丈夫なのかっていう心配もありますよね。あありますよね。はい、それでその子供たちを保養に呼んでる、支援してる団体の代表と一緒に、そこに視察に行ったんですよ。はい、はいはいはい。まずは。まずはね。ええ、<laughs> それで行ったら、はい、まあ、だから放射能のお戦地ですが、くラくラ体感するんですよね、やっぱり。それぐらい。本当ですかうん。私30キロ地点まで行きましたもんね、チェリーノブイリュー、<あ>放射能の。ああのベラルシーシ共和局の方なんですけど。 めっちゃ近いですね近いんですよ。入ってもいい区域にはなってるんですかまあ一応そうなんですけどここからだめでこっちからいいって言ったって地続きなんでねまあまあまあそうですよね。それで行く先々で人々が日本からなんか素晴らしい方たちが来るらしいっていう噂が広まって行く先々ですごいご馳走を用意してもう待っててくれるんですよもうすねなんですけども全部放射能が入ってるわけですよ。 怖いですねその土地でできたものなんだから、本当じゃがいもでしょ、鶏もそこで育って、牛乳も、だけど彼らは貧しいから、いつも黒パンとスープぐらいしか食べてないのに、何ヶ月分の食料を全部潰して、私たちのために用意しててくれるわけですよ食べないといけない状況の食べました、もう私は。それはもう感謝で食べたら、もうそれは何でもないと思って、私は食べました。 はいはい、でも辛かったのは、はい、また次の家に行くと、またその量の食事があるんで、だいぶ大食いじゃないと、<laughs> いお腹いっぱいで食べれないから、ね、そ,れそれが辛かったんで、それでそこの、まあ、夜はそこの家に泊まって、はい、そこにはこう暖炉があるんですけど、はい、放射能汚染された森から切ってきたこう木を燃やした暖炉ですからね、どうなっているのかわからないです。か いや、もうね。そんなこと言ったらもう言ってられない。行かないですよ。<laughs> ああ、やっぱりもう覚悟を決めてうんっていうかもういやこの子たちが待ってるから行くっていうだけでしたね。その覚悟もとかもないですね。ああ、なるほど。人が住んでるんですかね単純にもその人との約束をはい人として果たしてうん喜んで喜んでもらおうっていうその気持ちだけでっていうところですよね。あとはだからお金の問題がありましたよね。はいやっぱり1000万ぐらいかかるんであの30人体制で一トンの衣装を持ってこうまあ 週間ぐらいで遠いですもんね遠いしねモスクワ経由だしたらその時に劇団のファンのある元お金持ちのおばあちゃまがいて元料亭をやってたっていうことでその方のお孫さんが障害者でねいろんな方に自分もお世話になってるとワゴがねこういうふうでだからそんなに大勢の人が喜んで待っててくれるんだったら私がその1000万全額出しましょうっていう。 マザーテレサがいましたね。え、その方の。はい。 ごこいで準備をして現地にレストランもないんでお米と水も持ちました食べなくちゃいけないのでやっぱりそういう思いで行動してるとそういう人っていうのは自然と現れるってことなんですか必要であれば必ず現れるっていうのはこの私の10年間のボランティア生活の中ではまと見せられしたねそれも一種の普通に次の展開に話そうとしてましたけども1000万出す っていうううののは相当な奇跡だと思うんでで、ね、ですすよよねねね、えー、そそ時点チェルノブイリに行くことも奇跡だとは思うんですけど、えー、またその前に、ね、そういう人と出会ったっていうのも奇跡だと思うんですけど、えー、でもそういう思いで、うん、そういう行動してるとそういう手助けが。えーえー 生きていく中で起きるっていうことですもんねそうなんですよだからそれ私利私欲じゃなくあて人々の笑顔のためにいくわけじゃないですかだから必ず成就するんですよねなるほどこれはもう自信を持って言えることですもんねたくさん体験してきたのでこれまだよとかねそういう人も多分多いと思うんですけど菊さんが言うにはそれはもう たまたまではなく、必然的なことっていう。そうですね、それから私は、まあ最終的には十一カ国、あのマネジメントしたんですけど。まあお金のこともあり、人のこともあり、いろんな場面で、いろんなことで、まあサポートが必ず現れました。あ本当ですか。まあそういうね、サポートの話も聞きたいですよね、こういう思いで、こういう行動してたら、こういう。 奇跡が起こったんだよ、まさにそれを聞く番組ですもんねそうですね世界でねいろんな奇跡がまずはそういう少しずつの奇跡が起きてチェルノブイリに行くことになったというねそういう経緯ですよねはいはいでまあ視察も行ってご飯もいただいてそうです戻ってきてで公演地を決めて行くんですけど何か所かで公演 そうですね。すもう十か所ぐらい公演しするんですけど、あ,あの放射能検もあるんです。各地をね。チルノベリーの。そうなんです。あそれでまああの日本を出発して三月ですね。ちょうど春分もう今ぐ今ぐらいの時期で、あのそこ,こはまだ雪が積もってるんですよ。はい、寒いんで,寒いですかね。寒いですすごく。はい それでで行くんすけど劇場って言っても日本の想像するような劇場じゃないんですやっぱり村ラの劇場っていうのはもう本当に廃屋のような状態のところもあるんでそこを掃除して補修するところから公演が始まりそうなんです床が抜けたりするんでちょっと段ボールをこうかきくしてねあれして衣装が傷むからちょっとブルーシートを敷いてとか絨毯も持ってってね絨毯も敷いてやらないと怪我しちゃうのでそんなところから始まってあとご飯売ってないんであの。 もうた炊き出しててりかけかけけ、はい、ああなるほどなるほど、はい、そこら辺もね衣食住とかもねやっぱり日本じゃないので、えー、いろいろと不便なところも、ねえー、あったりとかしますけど何日間ぐらい 2週間ぐらい行ってましたね日に日に痩せ細っていくわけですよ舞台も2時間半ぐらい踊るし基本りかけご飯ですよ納豆は結構重宝しましたね納豆ねおいしいし栄養があるしみんな痩せ細っていくっていうそうそうそうだけどもうすんごい喜んで入りきれないぐらいう溢れるぐらい人が来るんで喜んでいただくからそれなかなか見れるものではないですね言葉っていうのは日本語でやるんですか う,うと日本語です。あ、あのその司会進行はあの、はい、ロシア語でこうあのあで、ね、全部あのタナでやっていただくんですけど、はいはい、歌とかは日本の歌とかあ,<ー>あのまあ新鮮の音楽とかやるんですけど、ねはい、演歌も好きですよ。すごくロシア圏はすごく本当ですか。うん、いいですね。えー、それであのー。 みんなもう本当に喜んで,、はい、で向こうはほら貧しいから、はい、あるちお父さんアル中になっちゃって家庭崩壊して、はい、ある日子供置いて逃げちゃったりとかしてお母さんたちも大変な思いしてるんだけどこの舞台を思い出すと、はい、もうどんなに辛くても笑顔になれるのよねって言った言葉を聞いた時にまた来ようと思いましたね。本当に いやなんかね、現地が辛ければ辛いほどそういう楽しみっていうのはねあまりない地域の可能性もね高いと思うんでそういう方とかにね灯し火を与えられたってことはね、現地の人にとってはすごくね喜ばしいことですよねちなみにチェルノブイリってすごい特殊なね場所だと思うんですけども、実際に雰囲気とか、 どうだったんですか、その、現地は。あの、だから、本当に汚染がひどいところは、村を、村ごともうブルドーザーで、こう全部埋めちゃってましたね。あ、もう村がなくなっっちゃい、ないんです。うん、もう家も全部、土の下です。そう、そうなんですか。で、うん、なくなった村の名前を墓標に、こう刻んで、こう、なん、はい、何十、何十個か並んでるんですけど。はいはい、そこに、こう、カラスが飛んでて、もう、本当にぼちぼちっていう感じだねって思ったんですけど。いや、悲惨ですね。うん、土のこう、なんか石碑に刻んで並んでるんですけど。はい,は,いはい、はい、うん、はい、はい。 結構ね原発事故から何年とか何十年経った後に行ったと思うんですけどもそれでもやっぱりその時の被害はまだ残ってるそうですねあと大学とかに行くとやっぱり白血病だったりとかそういう病気の因果関係ははっきりはできないけどもやっぱり多いわけですよすごく。なるほで私がその後ウクライナにあるチェリノブイリ博物館に行ったことがあるんですけど壁 いっはいそれで天井にはその世界の原発のあるこう地図があって、はいはい、原発のあるところがランプが灯ってるんですけどもはいはい怖いですね、うん、だからこうミサイルがもう飛んできたら危ないだろうなっていう感じまあ現にね福島のね、えー、事故とかもありましたけどまあ私は郡山出身なのでねあそうなんですねそうなんですよそれで、まああのそ それからまあ演チェリノブイリで公演してから、はい、あの子供たちをあのいわきに引き取り保養をし、はい、10年間してたのですごいこう世界で福島とチェリノブイリっていうところが、ね、自分にすごく縁が、ね、私は,はい、はい、通算チェリノブイリ7回行ってますんで行かれてますね、うん、だからすごい縁が深いというか、はい、これも本当に一つのメッセージだろうなっていうのはすごく思いますね。 厳罰に関してはさん、どういうふうにお考それでそのチェルノブイリ博物館で消防士の着てた服とかが展示されてますもうペラペラでこんな服着てても絶対放射能防げないわけですよ、当時はわかんないからそんなもので作業してるからみんなそれで放射能になっちゃったんですけど。 あとその時の時間で止まった時計とかリアルです、ね、展示してあるんですよ。はい、それでその入り口のところの正面に洗礼者ヨハネの首とサロメのこう彫刻がしてあって、はい、アダムとイブのリンゴの木がそこに絵があるんですよ。はいはい、だから楽園からそう,、はいね、そういうメッセージなんですけどはい、はい、で私はそのなんか。 やっぱり人の命ほど大事なものはないんで。まあ、そこですよね。ええ、一番のね。はい、はい。だから、その原発がどうのこうのというよりも、その人間のね、進化というよりも。やっぱりそこを一番大事にした上での、その科学の発展だとか、そういう発展もするべきだという意見ですね。まあ、そうですよね。そこがなくしてね。科学の発展もないわけですからね。やっぱり第一は人間の存続だし、命の大事だ。 チェルノブイリって世界的にすごく有名な事故なんですけどそこで多くの人類が学んでそれを生かしていかないとそこの事故の意味っていうかないと思いますし現にそこに行って感じ取られたところがいっぱいあると思うんでそういうのをいろんな方に発信していただいたら本当にこれは。 はいうん、そういうやっぱ意味があってそういう事故があったのかもしれない、ね、はい。やっぱり人間が制御できない部分があるんであればやっぱりそれは、はいあのね、やめるべきじゃないかなと思いますすねねそうですよ、ね、だから小児病院に行った時も、はい、あの小さい子が、ね、白血病とかですごい苦しんでるでしょ、はい、だからお母さんがもう自分が変わってあげられるものならってやっぱり親だったら思いますよね。だからこう どこの国でも、ね、その家族とか親子の気持ちというのは変わらないと思うんですよね。はいはい、でたまたまねそこだったっていうだけの話で、はい、そういうのをねこう目の前見ると、はい、何もねこう、はい、なんとも言えないところもあるとは思うんですけど、はい、でも、ね、そういう方とかにも、うん、こう元気にね、はい、できるような講演を。はいはい こうしに行くっていうのよもそれで子供たちもあのいわきにね引き取るようになったんですけども空港に着いた時はもう痩せてね、はい、もうふらふらしてもうビーチサンダル1個とビニール袋1個しか持ってこないんですよ貧しい村の子供だから。そうなんです、ねうん、で1人のこう呼ぶのに旅費が10万かかりますから10人呼ぶのに200万といわきのお母さんたちの団体 バザーとかしながらご寄付をいただきながら集めてくださって毎年100万集めて。 まあそれ以外に滞在してる時もたった一お金はかかりますからそうですよね、うん、だけど1か月いてあのいわきの人たちにもすごく可愛がっていただいてこれも美味しいもの作ったから食べ,食べなさいって,言って持ってきてくれたりとかあ初めて海を見て、ね、海水浴したりとかディズニーランドにねあの一緒に1回しか行けないかもしれないけど、ね、連れてってあげたりとか1か、はい、月後にはあの本当に元気になって愛情いっぱい、はい 地域の人たちの愛情をもらって子どもたちはまた放射能戦地の村に帰っていくんですけどやっぱり一生の思い出としてねそれを心に持って送り出すんですよ。生きるエネルギーをもらえますよねそれもやっぱり愛をディズニー行ったからとかそういうところも大事かもしれないですけど根源なのは愛ですよね。そそうなんですよこやっぱ エネルギーがこう、はい、みんなのエネルギーになって、えー、でそれをこうこう子供たちにもどんどんね伝えてって、はい、より良い地球にね、はい、していこうっていうのは見えますよね。はい、はい。いや<で>すごいですねチェルノブリそうなんですよ。でもそんな風に活動して,って。はい で、まあ、ちょっと話が前後しますけど、まあ、福島がそういうことになって。はっきり言って、あのお母さんたちは落ち込みました。自分たちはもういいことしてたはずだったのに。なんで自分たちがね、あの、福島原発のね、こういう被害に遭うんだっていうふうに思いますよね。やっぱり。そうですよね。なんでって、やっぱり思いますよね。神様はいるのか。本当に、本当に、でも、私、その時に言ったんですよ。でも、命はあるじゃないって。まあ、そうですね。だから。 やっぱりその何が幸せかって今の状態でだからで彼女たちとしてはいわきのみ皆さんに助けてもらったのに申し訳ないっていう気持ちでいっぱいだったんですよでも今命は助けてもらったんだからまた皆さんにお返ししていこうよって励ましてはいえだから今の状況を悲観するのではなく やっぱりそこをあの出発点として今、生きていることに感謝してはい、はい、また一歩ずつでもいいから進んでいこうっていうことがすごく大事じゃないかなと思いますね。はいはいはい、それめちゃめちちゃゃ大事なことですね。そ、うんはい、それであの,そのリーダーの方がね、私の親友ですごく私、尊敬している方なんですけど交流があって尊敬している方なんですけど。はいあ 東日本大震災の時にね、彼女たちはその活動、チェルノブイリの活動は、はいあの、自分たち一主婦であっても、はい、何か世の中の役に立ちたいという思いで始めたことだったんですよそうですね。<え>はい、でそれでが東日本大震災が起きて、はい、そのときに、あのもう物資が来ないじゃないですか、福島にね、そ,うですねそれであの近所のおばあちゃんが、はい、もうお米が食べたいって泣きながら、彼女の家に飛び込んできたんですって。 ないから食べたい何日も食べれないって言うんですって<ー>でも彼女もびっくりしてそんなに泣くほど食べたいね、はい、思いがかわいそうだなと思ってはい、はい、彼女も4人家族のお米は蓄えておいたらしいんですよなるほどそしたらね彼女それね、はい、全部その人にあげちゃったって言うんですよ<え>私もびっくりしたんですよ マザーテレサですかいやいやいや本当に <laughs> 私だったら絶対取っとく自分の分は取っとくわと思うんですけどそうですよね全部あげたらもう喜んで帰ったんですそのおばあちゃんがそれは喜びますよねそう、マザー・テレサにもその逸話があるんですよやっぱり、はい、あの貧民街に行ってね持ってるお米を少しあげて自分たちは何を お米がないわけですもんね。お米ない、ないんです。そ,れでその時にでも彼女はその瞬間にこの人がそのあ食べたいんだったらそれをあげようと思ってあげた。<laughs> あと先は考えずに考えないその時、目の前に現れたことに対して最大のことをするっていう、これも一つ。はい もう天使力のもうすごいメッセージとかいやなかなかねできないでしょ私はできないいまやいやいや白状します私はできない本当ですかまだ天使力が足りない感じですか足りない足りないこれはでもねああのまいろいろな人いますからね欲深いからねそしたらねあのさすがに彼女も後悔したっていや腰は取っとおけばよかったなって後悔はしたんだけどそしたらすごいことが起きるんですよ はい、あの知り合いの知り合いの台湾の団体から電話が来て、はい、もう福島に、はい、お米と水と医療をご寄付したいと、はいはい、もうね横浜港に着いてると<え>そ,それを受け取ってくれないかっていうんですよお米もう来ちゃったの私ねよく言うんですけどか花咲かじいさんと意地悪じいさんだから花咲かじいさんの生き方が ししなくちゃいけないですよって国交演でも言うんですけど。本当ですね。まさにそのストーリーと同じような展開ですよね。それ,それですごい量だから、はい、役所に電話したらもうそんな受け取る余裕ないですって断れたんだ。はい、人で足りないし <laughs> うな、ね、もうそんなとこじゃないじゃないですか。だけどその向こう団体台湾の団体だから、はい、団体じゃないと受け取れ受け取ってもらえないっていうわけですよ個人名じゃね。それであの親しい温泉組合の、はい、トップにお願いしてそこ名義 で受け取ってもらうことにしてではい、はい、結局それ断ったらまた国際問題にもなりかねないそ全員の大量のね品を送り返したら大変でしょうそれでそこの倉庫に置いとくだけだってもうすごい倉庫代かかるわけですから1日経っ,ちゃったらそれでそれがもう送られてきたわけですよ福島に。ですごい量で、ね でそれをあのひ避難所とかに配ったりとか、皆さん取りに来てもらったりとかして、はい、皆さん喜んで持ち帰ってねって、はい、でそのまた続きがあるんですけど、まだ続きあるんですか、うん、で、彼女は、また米も一粒も受け取らなかったってえ、そんなにやるのに。何なのと思って、私はすごい人だなと思って、この人は。米を見すぎて、嫌になっっちゃった <laughs> <laughs> もうみんな欲しい方にあげたって言うんですよ、それは。自分の分残さなかったって言うんですよ。神だなと思って、私は。 そしたらまた今度,今度世ぶててんかもしれないんだけど、えー、それ目に見えない徳が残りますよねやっぱりそれは本当ですよね。それでその時にその台湾の団体がね、はい、すごい嬉しかったのは洋服とかねその綿入れとかそういうのを送ってきてくれたんだけど全部新品だった。 あそうなんですか、うん、よくあの、はい、子供たちの活動のために、はい、あのいただくんですけど、はい、やっぱり全部新品の真心がね届いたっていうことがそうなんですよだからそれは、はい、もういつも思い出します私は。 本当ですね僕もその場で全部お金をその人に渡そうかちょびっと一合だけ取っとこうとか言うとだめなんじゃないかなと思うんですけどねなんですかねでもそういうのはあると思いますよやっぱりそういう人に神様が見てるってかねそういうエネルギーがだから見えない徳を積むっていうのはこういうことで皆さん花咲かじいさんになっていきましょうもう桜は散りましたけどもう花を咲かせましょういいですねそんな感じで今週もいい学びができましたありがとうございましたありがとうございます